ん、わしか。それってマジウケるんやけど。てかヒカゲチ、この曲聞いてみてよ、マジで上がるから。やばいやばい、マジで上がる。ギャオー、この街は全部あたしがデストロイしちゃうんだから。ヒカゲチ、やっぱ今回も変身しちゃう感じ？せやな、町を守るのがわしの使命やからな。わしこそが大感情マンやで。この町の平和はわしが守ってみせるんやで。ガガ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 。未来、なんやその鳴き声は。さっきはギャオーって言うてたやん。そんな鳴き声はおかしいからちゃんとしようや。じゃあブブ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 ブ。いや、それもおかしいやろ。日陰、舞い順じる。任務開始。面倒くさ。ほうほう、ここやったら昼寝ができそうよね。ほな早速横になって。カッカー、カッカ。行くで、忍び転身。うるさいの、これじゃ眠れへんや。新作の花火も絶好調っすね。それもう一丁ドッカーン。くたばれや。ふっせっせいや、ねえ好きだらけ。ねえほらせい、ふっそらセリア、どうや、どないや、またんかいな。そっはっモロタでつまらなすぎるわ。こんなん相手じゃ負けへんわ。花火、聖火の宴に舞い散るっす。いざグレンのごとく舞い散る。花火さん、ちょっと静かにしてくれへんか。せやからな、ちょっとだけ静かにしてほしいんやけど。ごめん、全然聞こえないっす。今、新しく作った花火を試してるんすよ。ほら、ドッカーン。ドッカーンはええんやけどな、もう少し静かにしてくれんと昼寝が。忍び私には感情はないけど、静かにしてくれへんねんやったらわしもドッカーンと爆発するで。ぶっ壊したるわ。
来たで。そら、そら、せい、ドカンと一発。せい、はっ、ほら、決着。廉価お姉ちゃん、カホルちゃん。あかん、ここじゃ寝られへん。他の場所に行こうか。この程度かいな。いい評価、アンガトさん。まだまだ足らんな。日陰、舞い順じる。任務開始。よし。はあ。ここやったら誰にも邪魔されんと寝れるな。ほうちゃん、あたた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 、あっちょ。いいぞ、その調子だ。式うるさいの。何を騒いどるんや。危ないやんけ。壊す。楽しそうな。うっさしい。せや、はっ、せや、さよならや。せや、はっ、刻んでほしいんか。うっさしい。せや、はっ、刻んでほしいんか。なんか、うっさしい。で、どうそれ。し。そし、どうせい、うん、楽にしたる。危ない。しまいや。来たね。楽にしたる。そりゃそりゃ。で、何も考えられん。そら、しまいや。ほら。鎮魂の夢に沈む。行くぞ。フレンドごとく舞い散る。忍び転身。あちゃん、お茶、そば茶。四季さんに村雲さんやないか。何をしとるん。実は今、美少女カンフーものの漫画を描いていてな。四季に協力してもらっているのだ。あたたたたむ、村地、もうそろそろ休んでいいかな。いや、まだカンフーっぽい動きを続けてくれ。そうだ、日陰にも協力してもらおう。やはり戦う相手がいた方が参考になる。わしは眠いんやけど。すまんな、漫画の参考にするためだ。無理やりにでも付き合ってもらうぞ。ごめんね、カゲチ。やら忍び変身。やらないと終わりそうにないからさ。なんでこうなるんや。よっ、これで決まり。どうなってきたの。決着。
動けないか。考えてもあかんで、感じな。まあわし感情ないけどな。やりすぎてもうたかな。いつも通りやね。めっちゃええ感じやわ。日陰舞い順じる。任務開始。今度こそ静かな場所を見つけたね。これでようやく。やっほー。あれはイカルガさんか。なんやいつもと雰囲気が違うの。こーにゃらーこんちくしょう。やっほーで来たっぽいな。そりゃセイどうやセイザッしとめたる。はっ刻んだる。来たっぽいな。どうそれ。はっ来たっぽい。行くで忍び転身。覚悟しや。百力止まれや。はっせや。行くでぶっ刺し。そろそろ遊びはおしまいや。200連戦突破モロタで。どないや。いや400連戦突破。500連戦突破。おおすごいな。どうや木だらけ。はは。どないや。いやはどうそれし。モロタで。イカルガ舞い忍びます。いざグレンのごとく舞い散れ。イカルガさんなんや暴れてるみたいやけど大丈夫か。イカルガさん これは違うんです。ちょっと息抜きというかヒャッハーな時間というか。ヒャッハーな時間。はい。忍び転身。どうしようもなくストレスがたまった時にだけこうして人に迷惑がかからない場所で暴れて気持ちを発散させているのです。そうか、イカルガさんもいろいろと大変なんやな。ま、暴れたい言うならわしが付き合ったるで。本当ですか。ありがとうございます。それではお言葉に甘えて。ほら、どないや。はっせっ覚悟しや。来たぜ。えぐせっやはっはっどう覚悟しや。油断しましたね。ぶっ刺しひゅっせっやねえはっこれで終わりです。覚悟しや。えぐ決着。無念です。結局ここでも寝られんかったな。この程度かいな。いい評価アンガトさん。なかなかになってきたな。